と怒りましたが、鹿児島県からやってきました。今日7時に出発して、僕ら2年半のチームです。ということはこのエルコチャ初めてなんですね。本当に楽しみにしてまいりました。そしたらね、すいません、ちょっとやっぱこの宮崎駅ってこんなにすごいと思いませんでした。ちょっとすいません、ありがとうございます。応援してくれてありがとう。コーヒー店の人ありがとう。 ABC マートありがとう。ちょっとよくわかんないおしゃれの服屋さんもありがとう。アイスカレーの人ありがとう。そして会場の皆さん、先ほどまですごいあの可愛らしい踊りチームを応援してくれた保護者の皆さんも、ドンパ見て損はないと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。はっ、ということで僕らね、あの正直うまい踊りできません。先ほどのね、綺麗な踊りもできません。見ての通りおじさんおばさんチームです。さっきから平均年齢10ぐらい上がりましたね。さっきのチームからすると声だけでごまかしてるチームなんですけど、あのエルコチャ宮崎さん、結構あのコロナ対策ちゃんとされてますので、声が出したらダメなんですね。この煽りの人、マイクの持ってる人だけなので、ぜひ皆さんの手拍子でこの宮崎駅、アムプラザっていうのかな、盛り上げてほしい。ちょっと練習しようか。僕ら超盛り上がるところに、タンタタンはい、タンタタンはい、トーンパクシバッショイ、もう一丁、タンタタンはい、タンタタンはい、トーンパクシバッショイ、完璧。それができれば完璧です。ぜひこのエレコッチャ宮崎、僕ら今日3回踊りました。すごく楽しかったです。美味しいものも食べました。ぜひ最後の最後まで楽しい思い出作らせてください。宮崎駅の皆さんと一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。じゃあそろそろ踊ろうか。皆さん準備 OK ですか？会場の皆さん踊るか準備 OK ですか？いくよ。ということで僕が煽りすると思ったでしょ。僕煽らないんですね。僕旗振ります。じゃあこの今日煽り 初挑戦の千秋さんにお任せします。千秋さんの煽りすごく楽しんで、ぜひ皆さん楽しんでてください。よろしくお願いします。では皆さんお待たせいたしました。早速踊っていきたいと思います。よし、それでは参ります。ドンパ節構え。
なるこの世に皆さん来ます。